ウローラのお時間になりました。本日のテーマ、村上宗嗣さんからもらったメッセージということで、9月からですね、ネオメンターっていうね、ちょっとプロジェクトをねやるんですけれども、もう水面下で動いていまして、まあ何人かピックアップしてもセールスかけてます。はい。で、もうすでにね、申し込んでいただいた方も、いるんですけれども、チャットワークでね、今、村上さんとちょっと やり取りしてるんですけど、その時の一番最初はね、僕、村上さんと直接やり取りするっていうのが、初めてなわけですよ。村上宗嗣さん知らない方はね、ブログ読んでいただければ書いてるんですけど、とりあえず、結構昔ですけど、12時間で5億円以上の売り上げ作った継承プロモーションっていうのを、やったりとか、その後は、ネット上でもプロモーションいろいろやってたりとかしてましたけど、今はもういろんなビジネス立ち上げて、もう年商100億ぐらいいってるんですよね。で、あとは投資家としてね、その人に投資したりとか、他もそうですけど、投資家みたいな一面もあったりとかして、とりあえずぶっ飛んでる人なんですよ。僕は当時、東京で働いてる時に、最終的に年商100億だっていうのを目指して、垂れ紙なんか、自分でなんか年商100億みたいな、作ったんですよ。作ったというか、ホワイトボードに貼ってね、それ目指して頑張ってたんですけど、僕は年商100億いかなかったです。いかなかった。途中で辞めたっていうのもありますけどね、8年前に会社辞めたんで、そこ離れまして、自分で独立したんで、僕は最終的に今、こじんまりやってますけど、パソコン1台で自由な生活、ドリアカーのコンセプトも、月収100万いこうぜっていうところでやってるんですよね。で、僕自身もそれぐらいでいいと思ってるんですよ。そうなんで、もう年商100億なんか絶対目指さないっていうね、もう一回目指したからいいかなと思っていて。だけど、そんな僕がですよ。で、しかも、僕なんかはね、潰れない高架下の居酒屋みたいな感じでな、こじまりやってるんですけど、そんな僕が村上さんとつながって一緒になんかできるっていうのはね、もう奇跡だなとは思うわけですよ。その奇跡に関してはね、いろいろな、僕もこじんまりやってますけど、いろいろと足跡をつけてきたので、その足跡がきっかけで、今回奇跡が起こったんですけど、で、村上さんとこのやり取りしてる中で、一番最初にこう村上さんからいただいたメッセージっていうのが、読み上げますけど、この度はプロジェクト発足ありがとうございます。吉谷さんのお客様に斜め上どころか、別次元に行ってもらえるように頑張りますって言っていただいて、震えましたね。斜め上っていう表現にね、ちょっとね、ドキッてしたんですけど。で、斜め上からの別次元なんですよ。だからこの表現ってあんまできないと思うんですよね。斜め上どころか別次元。このなんか本当にもう、旗から見ると、パッて聞いたら多分あんま感じる人、すげえって感じる人が少ないかもしれないですけど、僕は、偉人の名言とかも集約されてるじゃないですか、ちょっとにピッて。で、このメッセージも2行ぐらいなんですよ。で、2行ぐらいなんだけど、これなかなか表現できないし書けんぞと思って、すげえなっていうね。やっぱ村上宗嗣、すごいっていうね。村上さんやっぱすごいなって。お客様に。だからしかも村上さんの次元なんだけど、やっぱお客様っていう風に言ってくれてるし、このやっぱ斜め上どころかって、この表現の仕方がね、やっぱすげえなと思いましたね。僕だけ感動してるのかわかんないですけどね。一般の人から聞いたらピンとこないかもしんないですよ。でも僕から、僕もコピーかなり書いてきましたけど、この表現はね、すごいなと思いました。吉谷さんのお客様に斜め上どころか別次元に行ってもらえるように頑張りますっていう。この本当に2行なんですけど、もうこの2行でやっぱすげえなと思いましたね。僕はね。僕はマジで震えましたね。やっぱすげえなっていう。なんかね、斜め上どころかっていう、ここはね、多分表現できないと思うんですよね、別次元も使える人いないとは思いますけど、なんか別次元に関しては、キラーワードっていうか単語が強いっていうかね、なんかあれなんですけど、強い単語だとは思うんですけど、なんかその別次元っていう単語をより引き立たせる前段階のコピーが斜め上どころかっていうこの表現の仕方が、なんかすごいなと思いましたね、本当に。
だから、で、僕も村上さん、コピーライティングに関しては村上さんから結構習った部分があって、まあ他にもいろいろ習ってきましたよね。ただ、村上エッセンスがすごく、僕は入っていまして、で、その、僕は村上さんのその音声教、コピーライティングのね、音声教材を勉強していく中で、村上さんがあることを言ってたんですよね。僕は、まあその12時間で5億みたいなプロモーションとか作れたりとか、多分ね、ギネス記録に載ったのかな？載ってないか。なんかまあギネス記録級みたいな、その12時間で5億円以上の売り上げってあんま出せる人いないので、5億6000万ぐらいか。まあかなりすごい記録なんですよ、これって。で、まあそれをそのコピーって、まあ他の人から見たらすごいじゃないですか。で、村上さんが言ってたのが、いや僕はまあ才能もセンスもなかったかもしれないけど、ただ一つ自信を持って言えることが、僕は他の人より才能やセンスがあったかどうかわからないけど、ただ一つ言えることは、文章は世界一書いてきたって言い切ってましたからね。文章は世界一書いてきたって言い切ってたんで、その言い切ってたのが僕すごいと思いました。その誰基準、世界の誰基準なのって話じゃないですか。客観的にそれを聞く、分析すると、いや、じゃあ、どうなの？世界で書いてきた人と比較したのか、どうなこうのとか、なんか、アドコーダー言う人もいるかもわかんないですけど、なんかそれを自信を持って言えるっていうことがすごいなと思いました。まあ、厳密にはね、世界と世界のコピーライターたくさんいると思うんですけど、じゃあその人たちが書いてきた量と自分の量を比較して選手権みたいな大会みたいな多分ないと思うので、わかんないと思いますけど、ただ自分の心の中でそれぐらいマジで書いたぜっていう風に思ってるからこそ言えるセリフかなと思うんですよ。自分の心から、本当に自分の心から、マジで書いたっていうことを思ってるから多分そのセリフを言えたんじゃないかなと思うし、だから僕は村上さんを尊敬するところは、やっぱね、村上さんもやっぱ現場上がりというか、もう現場でブワーやってた人なので、まあやってるそのプロモーションの規模は全然僕とは違うんですけども、やっぱその現場でもうずっとそのなんだろうな、泥臭いことすごいやってきた、経験積んできた人だと僕は思ってるので、だから、なんか尊敬しますね。そう。で、しかもなんかまあまあ、これは、今回チャットワークのメッセージなんですけど、メールのやり取りもあったんですけど、メールのやり取りの中で、なんだっけな、これもね、ちょっと震えたんですけど、なんか、振りちぎって売ってくださいと、僕に任せてくださいみたいなことを言っていただいてるんですよ。なんだっけな、それも結構震えたんですけど、なんか、あ、じゃあ、頑張る、まあ、もう振りちぎろう、みたいなね。なんだっけな、なんだっけな。結構震えましたね、そのこれだ。僕がカバーするので振り切ってやってくださいと。僕がカバーするので振り切ってやってくださいみたいなメッセージもいただきまして。いやーもうね、器がでかいなっていう。僕がカバーするので振り切ってやってくださいっていうね。これもなかなか言えないと思うんですけど。いや、ほんとね、もう、なんだろうな、稼いでる人って、今 YouTube とか TikTok とかいっぱい SNS でバーって発信してる人多くなったんで、その事業者とか稼いでる人もバーって出てきたりとかしてるじゃないですか。ただ、その現場レベルで、未だに現場でそういうことを教えてくれる、まあ価格は高いですよ、今回のね。めちゃくちゃ価格は高いんだけど、なんかそれをね、まだ教えてくれるっていうのは本当ありがたいなっていう。村上さんの僕正式な年齢わかんないですけど、多分40後半ぐらいだと思うんですよ。だから現場でこうやって、まあこういうプロジェクトでこう教えてくれるっていうのはもうないかなと僕は思うわけですよ。村上さんがじゃあ60、70、80になったら、僕も60で引退しようと思ってるんですけど、だから今この時期に繋がれたっていうのは、まだ僕も40今年で2になりますけど、まだ40代はね、結構動けるので、この動ける時期に村上さんに出会えたっていうのは良かったなって、これが60過ぎて村上さんにね、繋がったらもう微妙な部分もあるし、村上さんも60後半になるだろうし、そうするとね。だから本当ね、もうありがたいです。まあなんか やってきて良かったなと思いますね。マジでやってきて続けてきて良かったなっていう。お客さんに言われたのが、なんかその、L の部屋だったかな、お便りいただいて、吉谷さんが会いたい人っていますかみたいな、なんか L の部屋でお便りいただいたんですけども、確かね。で、あんまもういないかもしれませんっていう回答したかもしれないですけど、まあ村上さんとは一回その14年前ぐらいにそのセミナー参加してるんですよ。
継承24っていうセミナーに参加して、僕最前列に座ってもう目の前で見てるんですよね。だから一応合ってるんですよね。だから、合ってるから、まあ村上さんのあれは出てこなかったですけども、ただその仕事ができるっていうのはね、すごいありがたいですね。で、対談もできるので対談はね、ちょっと今から緊張してるんですけど、まあまあやっててよかったと思います。頑張ります。まあね、まだプロジェクト、まあ一般ではこうやってないですけど、とりあえずまあ全力でこうご案内はしようかなと思います。ただ価格は家クラスです。家です。すいません、家です。家買うのか、家を買うのか、このプロジェクトに参加するのか、それはあなた次第です。まあ、家クラスだと思っていただくといいと思います。価格帯はね。家です。家を買うか、プロジェクトに参加するか、どっちなんだっていうね。まあ、そういう感じなので、まあ、安くはないです。本当に。まあ、そんな感じですね。はい。では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。